皆様こんにちは。今回は PC 用 Chrome ブラウザで Gmail や SNS などの通知をポップアップで表示させる設定方法をご紹介させていただきます。 Chrome ブラウザでは表示しているページに何かしらの通知があった際にブラウザを最小化していたり別のタブを開いていてもお知らせしてくれる通知機能が実装されています。この通知機能では画面右下にポップアップで通知が表示されユーザーに知らせてくれます。例えば Gmail を受信したときに画面右下に誰からどんな題名のメールが来たかを知らせてくれるわけです。またポップアップで表示された通知をクリックするとそのウェブサイトを開いてくれます。 Chrome ブラウザで通知をオンにするには右上のメニューをクリックして設定を開きます。画面下の詳細設定を表示をクリックします。新たに表示された設定項目からプライバシーまで移動し、コンテンツの設定をクリックします。コンテンツの設定で表示されたページの中段あたりにある通知まで移動します。すべてのサイトに対して通知の表示を許可するか、Google が推奨しているサイトが通知を表示しようとしたときに確認するを選択します。ちなみに、すべてのサイトに対して通知の表示を許可するを選択した場合は、開いているウェブページが通知機能を実装している場合に、すべて通知が行われます。サイトが通知を表示しようとしたときに確認するでは、ウェブサイトが通知機能を実装している場合に、以後通知を表示するかどうかを選択することができるようになります。基本はこちらを選択しておく方がいいでしょう。選択したら右下の完了をクリックします。これで通知の基本設定は完了です。 Chrome ブラウザの通知設定はあくまでもそのウェブサイトを開いているときに機能しますので、 Chrome ブラウザを閉じてしまうと機能しないほか、サイトを閉じてしまうと機能しなかったりします。また Gmail の場合はさらに Gmail の通知設定も必要です。設定方法はGmail ページ右上の歯車マークから設定を開き、全般タブの中にあるデスクトップ通知で通知をオンにします。画面下まで移動して設定を保存をクリックすれば完了です。 Gmail のデスクトップ通知をオンにしておいても Chrome ブラウザの通知をオンにしていないとポップアップ通知は行われませんのでご注意ください。Chrome ブラウザの通知機能はプラグインなどのインストールをしなくても利用ができ、設定しておくといち早く情報を確認することができるようになります。特に個人用 PC などでは設定しておいた方がいいでしょう。以上、 PC 用 Chrome ブラウザのポップアップ通知設定方法のご紹介でした。